YBS アナウンサーの岡本桃香です。今日はホネットさんに来ています。ホネットさんといえば情報通信業の会社なんですが、こちら気になるイラストがありますね。口の中は災いのもと。この特殊なライトが出る光を当てると虫歯の原因となるプラークがこうやって浮かび上がってくるんですよね。このような最新技術を使った会社の取り組みを応援する山梨県の事業について今日はご紹介します。詳しくは全身山梨をご覧ください。